6月2日です。今日はコラムの配信が夕方になってしまいました。というのも今までリモートで会議を行っておりました。 MBS ラジオ来週の水曜日になります、6月10日の午後6時から午後9時まで、18時から21時までの3時間、本来ですとナイターの中継がある時間帯ですけれども、まだ野球が開幕していないということで、一度やりました。小森康則、立岩陽一郎のもっと言わせて、好評につき第2弾を放送することになりまして、立岩陽一郎さん、そしてスタッフとともに、オンラインミーティングを行っていたところなんです。ぜひ、趣向も新たにですね、前回は4月22日緊急事態宣言が出た後、自粛のタイミングではありました。来週水曜日、緊急事態宣言は解除一旦されましたが、その後どうなっていくのかというのはまだ読めないところもありますけれども、例えば陽一郎さん、そして MBS ラジオラジオ報道の渡利記者とともに3人で3時間お話をするということなんです。前回の放送の内容につきましては、立岩陽一郎さんがゲーテという雑誌のウェブ版に私のことを過分に褒めていただく記事を書いていただきましてですね、そちらもぜひご覧いただきたいんですが、今回、様々な、テーマをどう料理していこうかと。で、もちろん生放送ですから、生放送の中でどう料理をするかという話をしていたんですけれど、そうですね、もちろんジャーナリストとしての経験も豊富、現在もフリーのジャーナリストとして活躍中の立岩さんと、私はラジオパーソナリティではありますけれど、ジャーナリストと呼べるような経験はしておりません。そして、社員のジャーナリストとしての渡利記者ではですね、やっぱり物事の捉え方というのが違ってきます。当たり前の話ですけどね。当たり前の話なんですが、ある、一つの切り口で何かを取り上げて、その人の価値観で書く、喋るというのと、今日も1時間ほど喋っておりましたが、改めて、ああそうかと、立岩さんはこう考えるのかと、他のみんなもあそうか、こう考えるのかと。もちろん朝の番組は私がパーソナリティですから、私の考えを中心にやっていくわけですけれど、なるほどなと、ここは議論というか、話を聞いてみて自分はこう思うんだけどっていうやり取りを、自然な形でできたらいいなというふうに思いました。例えばアベノマスクの捉え方は一つやっぱり人によって違いますし、地方自治とその知事の権限というようなことについても三人三様のそれぞれ考え方があります。私なんかは商売人ですから、持続化給付金のありよう、今後経済がどうなっていくのかっていうことについては、あとのお二人よりももっともっと切実に感じていますし、自分なりに情報を集めているところですけれど、そこも、違うな。あるいは、この間ありましたことで言いますと、直接コロナではないですが、コロナの自粛の間に黒川検事長が賭け麻雀をしていたという問題については、検察のあり方ということもさることながら、メディアがどうあるべきなのかという課題が今突きつけられているという切り口もありますね。昨日は花火がありました、上がりました。ブルーインパルスがその前に飛びました。これについても、
まあ、あえて議論はしませんでしたけど、あ、立谷陽一郎さんはこうそんな風に見てるのか、僕とはまた違うなというようなことがありました。コロナ後、まだしばらくありませんけれど、世界は大きく変わります。それについてのお話もできればと思っています。6月10日の午後6時から9時まで、この週はさまざまな特別番組があります。同じ時間帯の木曜日にはメッセンジャーの倉田さんが番組をやると、もう今私とはもうお友達になっておりますので、そちらもぜひ聞いてください。我々が登場いたしますもっと言わせては来週の水曜日6月10日の午後6時から9時まででございます。どうぞよろしくお願いします。